スに出るってなったらきっとさ一緒に出てるメンバーのその構成というかも変わるんじゃないかなって思って、もちろんだってリカさんがさもう来年の夏フェスにはいないわけだからさ、そこは絶対に変わってくるじゃないですか。もしかしたら4期生が入ってんのかもしれない。多分ね去年この話したんだよね。去年の夏フェスいっぱい出させていただいてる時に来年のフェスには3期生が出てるかもしれないねみたいな話を多分してて、で実際ね今年のフェスはすごい3期生も一緒に出たり3期生だけで出てるフェスもあったりとかしたから、そうだからもう来年のフェスにはもしかしたら4期生も出てるかもしれないし、そうなんか出てるメンバーもねガラッと変わってるかもしれないし、そうなる中でもでも自分も変わらず来年も出させてもらえてるように頑張らなきゃなってのはすごい思ってて、ありがたいことに私はアットジャムはね4回目だったのかな、今回がアットジャムは4回目だったんだけど、そうだから私もそのずっとフェスに出られるとは限らないと思うからね、せっかくこうやって自分のさオリジナルのさセンターの曲もフェスでたくさんやらせていただいてるのに、なんか自分の実力不足とかでそこに出られなかったらそれはすごい嫌だなって思うから、ちょっと来年のフェスも出られるように頑張らなきゃなってすごい思ってます。ね、そうなんです。だからどうなってるかなってすごい楽しみでもありつつ不安というか頑張らなきゃなってっていう気持ちでもあります。そうでもね、アットジャムはそう4回目、今回が4回目で、去年がそのコラボステージとかがあったやつで、その前がオーサムの衣装でなんかフラフラになってた。あの時何曲やった、7曲ぐらいやったのかな。なんか一昨年のアットジャムはもう終わった後フラフラになっててめちゃくちゃ汗かいた記憶があって、その前のアットジャムが私にとって初めて、2020年のアットジャムが初だったんだけど、その時はメンバー全員出てたんだよね。しゃべぴのリリースした時で、そうしゃべぴの選抜が全員選抜だったから、唯一外のイベントで多分全員で披露できたのがアットジャムで、当時はそのめっちゃコロナ禍だったからお客さんも無観客で人が誰もいない横アリっていう、もうあの景色忘れられない、すっからかんの横アリ。だけどメンバー全員でしゃべぴをできたことがすごい嬉しくて、そうめちゃくちゃ覚えてて、あやかにさんとかも最後だったから卒業前だから本当に全員揃ってるのが最初で最後だったんじゃないかな、その時が確か。そうだからアットジャムすごい4回目、今回が4回目だったんですけど、すごい4回ともとっても記憶に残ってる思い出深いステージなので、そうオーサムの時めちゃくちゃやばかった、すっごい汗かいてた。ね、なんかだからまた来年もアットジャム出させてもらえるように頑張ろうと思います。また来年もいいステージの思い出ができるようにできたらいいなって思うし、だから来年のアットジャムは結構いっぱいその やりたいことというか願望はありますね。そもそも自分が出ることももちろんだし、そのもう新しい NGT48 をたくさんの方にちゃんと認知してもらう、誰ってならないようにこの1年の間に
いっぱい自分のことを知ってもらって、フェスに出た時にちゃんと認知してもらうとか、マットジャムだけじゃないけどね、全部フェスに関して言えることではあるけど、とはすごく思います。ね、だから来年がすごい楽しみです。来年出させていただけるように頑張りたいなと思うんですけど、きっと一緒に出るメンバーもね、そう、どうなってるのかな、4期生出てるかな。そうだよね、でも去年はまだ3期生はいなかったんだもんね。今年は3人出たけど、だから全然いてもおかしくないんだよな、4期生が来年は。だからすごい楽しみですね。しかもこのきっとさ、来年ももちろんしゃべりは披露してたいけど、その他にももしかしたら新しい楽曲も増えてるかもしれないじゃないですか。この1年の間に新しくリリースする楽曲とかをさ披露してる可能性もあるし、そうだからね、なんか来年のアットジャムのステージはどうなってるんだろうって今からすごいワクワクします。うん、もしかしたら新しい曲をやってるかもしれない、今はまだわからない曲をやってるかもしれないしね。なのでまた来年のアットジャムを楽しみにしたいと思います。あ、めっちゃバキってた。うん、ガルシャベピは外さないでほしい。そして自分はいてほしい。どうかお願いします。お願いしますってか、私が頑張れって話なんですけど、どうなるんだろう。でも本当になんか想像がつかない、リカさんがいないことが。だってもう1週間後にはいないって結構さびっくりじゃない。どうなるの、一体どうなっちゃうんでしょう。1週間後、すごいね。そう、でも新しい NGT としてやっぱ頑張らなきゃいけないし、知ってもらいたいし、うん、そう、多分フェスがね割と一番実感するんじゃないかなって思う。私もなんか公演とかはそのやっぱリカさんが出てる時にリカさんのファンの方とかが来るわけじゃないですか。だからリカさんがいない公演とかもさ いっぱいやってるから、なんか多分そこまで実感湧かないというか、多分グループ全体の活動として外で何かするとかってなった時に、あ、リカさんいないんだって多分実感すると思うんだよね。公演じゃあんまり実感しないかもしれない。そう、確かにニコ生とかでも実感しそう。確かに、いや、そうかもね。だから多分すぐにはもしかしたらあんまり実感が湧かないかもしれないよね。もうちょっとして、待って、この後のニコ生さんとかって何がの、クリスマスとかかな、2、3ヶ月後、クリスマスとかやりそうだよね。今年もニコ生さんとかで
実感すんのかな。ね。いやでもフェスがね、なんだかんだで多分一番実感すると思う。どうなるんでしょうね。確かにクラクラちゃん、私がクラクラちゃんじゃないからもね、自分自身が体感するってことはないだろうけど、まあ、外から見てね、それは皆さんと同じ目線でだよね。1期生の壁車が1列になる。そうなの。そうか、そうなのか。うん、でも私がそもそも2人しかいない列にいるからさでもめっちゃこっちによるよね。そうなると1期生が1列しかなくて、2期ドラで2個しかなくてめっちゃこっちにどんどん寄っていくね。でもまあ次4期生が入ってくるから、4期生どうなったんだろうね。4期生どうなったかな。ちょうどオーディション中とかだよね。昨日今日とかじゃない多分ね。えっこれ言っていいのかな。今日さ朝さアットジャム行くのにさ、新潟駅行ってさ、新幹線の改札口さ入ろうとしたら岡田さんが出てきてうんってなったらオーディションだったみたい駅ですれ違った岡田さんとい子見つけてきてくださいって言ってきたそう、本当はね、そう4期生もちょっとまあオーディション見てみたかったけど、私が忙しかった私が忙しかったです。おしゃべり会とアットジャムとで、そうめっちゃ偶然、本当に偶然改札から出てきた多分昨日東京でやってたのかな、オーディション。昨日が東京で今日が新潟でやってたのかな、オーディション。そう入れ替わりでしたそうしたかったけどね、したかったとか、まあ、見たかった、なんかするってなるとなんかちょっとまた違う気もしてて、その審査員としてね、するってなったらなんかさ、やっぱ人の人生をさ担うわけじゃないですか、選考する側って。選考する側ってなるとなんかね、ちょっと荷が重くなっちゃうじゃん一気にそうだからなんかどんな子がいるのかなは見たかったかも。見てないけど、うん、やっぱ選ぶってなると人の人生を変えちゃう。だからすごいよね、オーディションって。そう考えると本当にすごいなって思うんだけど、そうなんかちょっとそれはさ、なんか自分がメンバーでもあるからこそ多分ちょっと難しい。まあ物理的に無理だったんだけど、今日とかはそう物理的に無理だったんだけど、もし今日例えば予定とかがなくてオーディションとかを見に行ってたとしても、なんか選ぶってなるとちょっと違うのかなって思っちゃう。そう見たい、どんな子が NGT を志望してくれてるのかとか、多分その受けてくれてる子たちから見る今の NCT がどういうグループに見えてるのかとかも多分あると思うから、そういうの聞きたい、すごいから、うん、見に行けたらよかったかなくらいではあるかなちょっと選ぶにはちょっと責任感がありすぎるって思っちゃうかもうん、見たいなっていう気はしたけど、でももう終わった？みたいなので
どんな子が来ることになったのか楽しみにしてようと思います。なんかね、私たちもさ、いつ会えるのかね、わかんないから、オーディション終わってからも3期と会ったのなんて、だってあれだ、なんか撮影とかしてた時だ。3期生に会ったのは、私が初めて3期生に会ったのはオーディション終わって2、3週間後とかだったかな。なんかときめっせの原っぱときめっせの原っぱのところでなんか集合写真撮ってた時。そう、あれの時に初めて会ったから、3期生とは。だから結構そのオーディションから結構経ってからだったんだよね、多分。だから4期生と会うのも結構先かもしんないね。そう、だからまだ全然いつ会うかとかも分かんないけど、もうどんな子が来るか楽しみにするのみですね、本当に。ね、どんな子が来るんだろう。ね。そう、そのなんかその集合写真みたいなの撮ってる時にサプライズでなんか私たちがなんかその時ね、でも数人だったんだよね、全員ではなかったの。何人メンバー何人かでなんかその「わあ合格おめでとう」みたいな「ようこそ NGT」みたいなのをやって そう、その後にどこだったんだっけ、あ、愛南もあったね。その後愛南だったかな、その後に愛南だったかもしれない。で、愛南やった後本格的にちゃんと会ったのはツアーのお披露目前に、なんかその先輩たちがなんか見るみたいな、3期生のその練習してるところを見るみたいなやつだったから。そう、3期とはね、そんぐらいだった。結構その会う、初めて会ったのもオーディションから結構後だったし、その後もなんか会う機会が結構少なかったというか、そう、結構時間が空いてからだったから。そう、なんか4期とは、ね、いつ顔合わせするかまだまだ全然わからないんですけど、でも、楽しみですね。え、そうそう、なの。なんかさ、ちょうどさ、今日さ、そのアットジャム行くときにさ、車の中でね、なんか昔のことを思い出してて窓の外を眺めて黄昏ながら昔のことを思い出してたんですよ。で、そういえば私たち2期ドラ、そのお披露目からもうすぐ5周年なんだけど、その9月の2日で私たちはバンダイのあそこでお披露目してから5周年なんだけど、多分ちょうど今、でも今はもうあれか、もうそのお披露目のレッスン中だったと思うけど、そのもうちょっと前にその2期ドラの合宿をしてて、その加入が決まった後に、ドラはもうその公演デビューちょい前とかだったから、ドラは割ともう活動してたんだけど、ニキはまだそこまで表には出てなかった時に、なんか2期生とドラさんでなんか合宿しますみたいな、研究生合宿みたいな、なんかその合宿の時のことをね思い出してて、そう、なんかその合宿の時に、なんかあなたたちはこれからまあ一緒の研究生ですみたいな、だけどドラさんはもう結構その活
動をしてるから、なんかその合宿の中ではなんか先輩になってくださいってことリーダーみたいになってくださいみたいになってて、もう意味が分からなくてその時え、何なの結局私たちは同期なんですか先輩なんですかみたいなめっちゃね、キレてためっちゃキレてて、そう、超情緒不安定だって本当に、うん、泣きまくってた。ずっとなんかさ、この前のさ公演の時にさ、なんか各季ごとの特徴みたいな会議がさ、浦さんはめっちゃ泣いてたみたいなこと言ってたけど、いや主に泣いてたのって私ないよなって思いながらそう、主に泣いてたのは私で、なんかその合宿の時もそのなんか先輩みたいな、でも同期ですみたいな、その扱いもめっちゃ意味わかんなかったし、そう、なんかその合宿に先輩が来たんですよ。なんかこれからアイドルをする上でなんかの心構えみたいなのをなんか教えてくれるというか、なんかみんなで縁になってなんか話してたんだけど、その時私一生泣いてた、ずっともうなんで泣いてたのかも覚えてないんだけど、とにかくずっと泣いてて、なんか先輩が来てくれて、わかんないけどなんか泣いてたのめちゃくちゃ。 でそれでなんか合宿で泣きすぎてて、私その時に公演デビュー1週間前ぐらいだったんだけど、あのその合宿で泣きすぎてて、こいつは劇場に出せねえってなって公演デビューを先延ばしされたっていう経緯があるんですけど、それぐらい私はその合宿でめちゃくちゃ泣いてたのね。なんかも私公演デビュー7月14日なんですけど、もともと7月7日公演デビュー予定だったの、1週間延ばされたの。その1週間延ばされた理由がその合宿で泣きすぎててこいつ公演出せるかなみたいになって1週間延ばされたんだけどそうだから、なんかそう思うと本当になんかめちゃくちゃ泣いてって、その公演に出せなくなるレベルで泣いてって、そう、なんか今考えたら 何でそんなに泣いてたのか全然覚えてないんだけど、とにかく泣いてた記憶はあって、だってなんかさこれドラさんはみんな知ってる、ドラさんその場にいたからみんな知ってるんだけど、なんかそのドラさんでその公演デビューするためにレッスンをしてて、ドラさんだけで埃の丘のレッスンをしてて、なんかマネージャーさんに何かを言われたんだよね、何かを言われたんだけど私その時に泣きながら何を言ってるか意味が分かりませんって言って、面白すぎない？なんかもうさ、マネージャーさんもさなんかめちゃくちゃ多分真面目に話してたと思うの、私たちのためにも怒ってたのかな、でも怒ってはなかったと思うんだけど、なんか何か多分喋ってて、でも意味が分かりませんって泣きながら絶対お互い意味分かんないね、こっちこそ意味分かんねえわって絶対なってるよね、なんで意味わかんないって泣きながら言われたんだろうって絶対なりますよね。いやそうなの、そう、もう今でこそ笑い話にできるからいいんだけど、本当その時は本当に何を言ってるか意味がわからなかったんですよそう、だからなんかそれぐらいもう私には泣いてた記憶しかなくて、どこのなんか時代を切り取ってもっていうか、どこの瞬間を切り取っても自分が泣いてた記憶しかなくて、そう、なんかそれぐらい私とにかくことあるごとに泣いてたんだけれども、なんかそう思うと今の3期生ってほんと強いなって思って、いや違う、多分私が泣きすぎなだけなんだけど私が泣きすぎなだけなんだけど、なんかすごい
その多分加入して半年とかなんだよね、夏だから。公演デビューとかその合宿とかしてた頃だから、多分加入して半年ぐらいの頃なんだけど、なんかそう思うとすごい今の3期生って肝が据わってたなって思って、もうさ2年目になったけど。そう、いやなんか本当に逆に私がよくここまで来たなって感じですよねなんかいや今の3期生もすごいなとも思うんだけど、逆によくここまで来たよねって感じ。そりゃ帰りもさ、ドラさんはよく泣いてたっていうわけだよね。よく泣いてたの8割ぐらい私なんだけど本当に面白い今考えると。で今のその2期ドラのさ関係性とかを考えると、なんであんなことで泣いてたんだろうって思うし、わかる。本当になんか今でこそあの合宿本当意味わかんなくて面白い。座禅組んでたりとかもう全部が面白いエピソードに聞こえちゃうんだけど、当時はちゃんと真面目にやってて、真面目に考えすぎるがゆえに多分泣いてたんだけど、今考えると本当に全部が何だったんだろうって感じ私も自分で自分がなんでそんなに泣いてるのかわからない何だったんだろうって感じなんだけど、そうありましたね、そんなことも。だからなんかすごい、面白いなってなんか今の3期生はすごくちゃんとしてると思うし、なんか時代なのかな、きっと時代もあるよね。すごい多分4期生とかも堂々としてんだろうな、そんな泣いてる子いないんだろうな、もう本当に私もわかんない、なんであの時あんなに泣いてたのか。私のね、泣きすぎてる面白いエピソードいっぱいあるんです本当にだってさ、アンダーデビューした時もさ、終わった後めっちゃ泣いてたんだよね。そう、アンダーデビューした時もその公演中は多分大丈夫だったんだけど、公演終わってから裏でめっちゃ泣いてて、そうなんかこの前さ見たのよ、そのリバイバル配信されてる時に、あの私自分の初日の公演を見たんだけど、最後のさ DMM のコメントをさあやにゃんさんと撮ってて、めっちゃ泣いた後の顔なの顔面がそう、公演中は多分泣かなかったんだけど、終わった後めっちゃ泣いてて、多分お見送りの時とかも。そうだからさ、今の3期生普通にアンダーデビューして、まあその前にねパーティー公演先にやってるからっていうのもあるかもしれないけど、私はさそれが公演デビューじゃん、アンダーデビュー公演デビューだったから、先に同期でパーティーやってるかどうかっていう違いもまああるっちゃあるんだろうけど、にしたってねちゃんとしてるなって思ってる。してるな。まあでもね、決して全てがまあ面白い、面白い、今でこそ面白いって思えるからもう何でもいいやって思うし、逆になんかそんな人がよくここまでなれましたねって感じだからねいろんな人になんかそのなんていうの、いろんな人のね支えになればいいけどね。あんなに泣いてた人もここまで慣れたよってなればいいけどね。ね、本当に面白い。いやだから今の子たちが多分合宿とかやっても全然違うんだろうなって思う。今私たちが当時の合宿を見ても絶対に面白いと思う本当にもう
ドラさんとニキの壁がすごいびっくりしちゃうぐらい壁あったから、面白かったな。今じゃ全然考えられないけど、いや本当に今じゃ考えられない。今やったらただのお泊まり会になっちゃう本当にすごい。でもまあ今やったら楽しいんだろうなって感じがする。うん、いや面白い本当。てかなんか見せたくないけど見てほしい、後輩にも恥ずかしすぎて見せられないけどちょっと見てほしい感もあるあのね、私たちここからこうなれたからね、みんなも大丈夫だよって多分なる面白いよね本当に。そうでもなんか最近その3期生とか、まあ、これから入ってくる4期生とか、その後輩がいるからこそ当時の同じぐらいの時の自分のことをすごい思い返すことがすごい多くて、そのためになんか懐かしい気持ちになる面白いよ本当。うん、なんか逆に見たらどう思うんだろうね。どうも思わないかも別に なんかでもせっかくさ5周年だからさ、もうすぐなんか昔のことみんなで振り返る機会とかあったらいいなって思う。多分懐かしいエピソードめちゃくちゃ出てくると思うだってね、5年もやってりゃいろんなことがありますから、めちゃくちゃ思い出したいこともいっぱいあるし、絶対なんか今なら笑って話せるエピソードの方が多いから、なんかねみんなで振り返れるのがあったらいいなって思う、うん、エピソードめちゃくちゃあると思うよ。なんかもう多分私が忘れてるようなことまで多分いっぱいあると思う。なんかねできたらいいね、みんなでそういう思い出話振り返り配信みたいなやったら面白そう。ね、そうなんか多分なんだろう、その3期生だけでフェス出てたりみたいな話もさっきしたけど、なんか2期ドラはあんまりそういうことがなかったから、同期だけで何かをするっていうことが結構少なかったから、そうだからまあ今からでもね、なんか2期ドラでいろんなことできたらいいなって思うかな、うん、ね、ちょっと5周年なんかできたらいい。おしゃべり会だからね難しいかな、配信とか全然やりたいんだけどね、できたらいいな。なんかさ、なんかの時に配信一回やったよね、お披露目3周年、お披露目3周年ぐらいの時になんかやなかったっけ配信。なんかさ背景にさそれぞれのさ出身県のなんか県の画像を背負ってさやんなかったっけ。なんかあ2周年の時だっけ、なんかさお披露目の時のさ画像を集めてさなんかやったんだよな。あそうズームだったよね確かね、そう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 やったよね。でもあれ以来やってないんだよな多分。やりたいまたそういう感じのやつ。これではない。
そうだ、県内 vs 県外、そうだそれだ。なんかね、やったよね、やりたい、そういうやつ。うん、なんだっけ、どこ、なんかもうグループがありすぎてわからない、グループラインがありすぎてわからない。でもさ、最近さ、グループラインがさ、ついにさ、友達よりも多くなったんだけど、 LINE に登録されてる友達よりもグループの方が増えちゃった。なんだっけ、忘れちゃいました。ね、できたらいい。いや、4期生ね、楽しみ、本当にみんなの前に、でもさすがに皆さんにお披露目する前にはさ、会えると思うけど、私はでもみんなにね、お披露目するのもいつになるかわからないしね。なんかどういう感じになるかにもよらなくない、よるくない、なんかすごい、もうとりあえずお披露目だけしますなのかさ、なんかの AKB さんの18期みたいにさ、もう完全に踊れるぐらいにまでレッスンをした状態から、まあ3期は割とそうだよね、皆さんの前でのお披露目は、まあメディアのお披露目はまあ1回あったけど、皆さんへのお披露目はもう完全にまあ踊れる状態になってお披露目したじゃんってなると、まあでもやっぱりちょっと時間は空くだろうしね。いや、そうなのよ、18期生はネモハモとかユニット曲とかもねやってたからね、わかんない、どういう感じになるのかわからないけど、うん、楽しみですね。来年は4期生が活躍しているかもしれない、どうしよう、知らない間に5期生募集とかしてた。え、だってさ、去年は、去年こういうフェスとか出た時は、来年は3期生も一緒に出てるかもしれないねまでは予想できてたけど、まさか4期生の募集までやってるとはさ、思ってもみなかったじゃないですか。だからね、来年は4期生も一緒にステージ出てるかなはまた想像はできるけど、もしかしたら5期とかも募集してるかもしんないしね、どうなることやら。でも来年も皆さんに応援してもらえるように頑張ります。まあでもな、4期生が入ってるみんなはいなくならないでね逆に1期生が残っているのかも。確かに誰が残ってるかっていうのもあるよね、卒業してるか、1期生に限らずさ、誰かが卒業してる可能性だってあるもんね。うん、全く想像つかないよね。目標流れない、本当にそう。みんな来年もちゃんと紫と黄色振っててね来年もちゃんと紫と黄色振る夏にしてくれよお願いだからどうか頼みます増やさない増えた前提で話してんじゃん、知ってるけどもう増やさない。まあでもね、
また来年にももしかしたら4期も一緒に出てるかもしれないけど、それこそ本当に新しい NCT だと思うから、どんどん変わっていくけど、 NCT も変わっていくけど、みんなには常に新しい NCT のことを好きでいてほしいと思うし、その新しい状態の NCT でこうフェスとか出た時にもちゃんとね、まあ、受け入れてもらえるようにというか、知ってもらえるように頑張らなきゃですね。そう、でも私は割と最近は SNS は頑張っているので、ねえ見た？リール、みんな見てくれた？リール見てくれた？長野行った時の動画にしたよ。今日載せた動画は結構力作というか個人的にはすごいみんなに好きになってもらえるんじゃないかなって思って作ったよ。昨日のね夜中にねさささって作った、だから早くあげたくって、そう今日の夜まで我慢してた。そうちょっとねデート動画みたいな作りました。まああれなかなかそう出かけた時とかにしか撮れないけど、なんかそういうのも載せていきたいと思ってます。リールはね、そうなんかさインスタってさそのリール載せるとさなんかリールからフォローしましたみたいな出てくるんですよ。誰々さんかあなたのリールを見てフォローしましたみたいなのが出てくるんです。そうなんかそれ見るとさやっぱリール結構効果あんのかなって思うんだよね。リール動画からあなたをフォローし始めましたって出てくるんですよ。そうでだからリール載せると結構それがあったりとかするから、もう載せた方がね見てもらえるのかなっていう。だからまあさすがに頻繁にはああいう動画は載せられないけど、できたらいいなって思う。今後もそういう系の動画を投稿画面にも残すように、あ、してないですしてないです、フィードには残してないです。あの最新のとかだけ一応載せてはいるけど、次普通に投稿するときにはもうプロフィールグリッドから消します。消しちゃいます。え、でもさ言ってさあれあんま伸びてないんだよね。何なんて言うんだっけ、リップシーンあんま伸びてないんだよね。リップ動画よりもさ長野の動画の方が伸びてるのおもろい。みんな見てよ、リップシーンせっかく載せたのに思ったより伸びてないんだけど。でも割と今年でも頑張ってるよね。そのなんか今年22歳の誕生日になった時に、22歳の誕生日迎えた時にインスタストーリー毎日更新するって決めて、割とそれずっと守れてて、でもストーリーだけじゃなくってその投稿そのものも割と更新頻度は上がってんじゃないかな去年よりって思うから、
SNS 割と今年頑張れてる気がします。いっぱい載せれてる気がするから、なのでね、ちょっと外向けにもね SNS は頑張っていこうと思います。なんか動画作るのは割と好きなので、リールの動画作るのはリール割と載せれたらいいなと思ってます。おやきめっちゃ暑かった。めっちゃ暑くて全然食べれなかった最初。そう、ありがとうございます。リールはこれはでも昨日の夜中に作ったから10分15分ぐらいでできたかも。インスタからファンになってくれたよね。そうなんだよね、これからいっぱい増えてくれるといいな。 SNS から知ってくれる人がね、増えてくれたらいいですね。そのためにも頑張って更新します。撮影は妹とパパ、ママは撮ってない。妹とパパ、おやきは妹、おやきとソフトクリームは、おやきとソフトクリーム、あ、濡れおかきとおやきとソフトクリームは妹が撮ってくれた。最初の善光寺の前とおみくじとあのなんかお線香のやつはパパが撮った。そう、ね、撮ってくれる人がいないとね、ああいうのはできないからね。そうなんです、いつもいや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 ですがやってくれます。でももしバズったらもっとねノリノリで撮ってくれるかもしれないから、バズらせよう頑張って。いつもなんかすごいいやいやで撮られるから、だんだん投げやりにされてくるんだけど。バズればきっとノリノリで撮ってくれるはず。だからみんないっぱい見て、どうやったら伸びるんだろうね、リールとかね。写真はいつも撮る側になりたい人生でした。ほら、こんなに撮りたい人がこんなにたくさんいるのに、その撮る側をいつもいやいややるだなんて贅沢だよねー。みんなを味方につける。そんなの贅沢だよね。取らせてもらってると思って、取らせてもらってると思ってほしい。ちょっと頑張ってバズらせよう、そのためにも。頑張ります。でも SNS ね割としっかり更新していけてるから、最近はいや、まだ載せてない写真がいっぱいあるんですよ。頑張って載せますね。多分さ、一気にいっぱい載せてもさ、フォロー外されちゃうじゃん。一気に載せてもフォロー外されちゃうから、ちょこっとずつね載せていきます。そう、でも本当になんかメンバーとかスタッフさんとかメイクさんとかはすごくその私のインスタを参考にしてくれて、お店カフェとか行ってくれてるみたいなので、それがもっとなんか一般の方にも広まってくれたらね一番いいよね。なんか NGT だからフォローするっていうよりかは、せっかくなんかカフェとかの投稿をたくさんしてるから、なんか一つの参考になるなんかインフルエンサーみたいな形でフォローしてもらえたらきっと一番いいんだろうなって思う。
その中で、まあ、アイドルらしい投稿みたいなのもちょくちょく入れていくことによって、まあ、認知度を上げるというか好きになってもらう、アイドルとしても好きになってもらうっていうのが一個目標かなって思うので、なんかインフルエンサーみたいな立ち位置で情報源として使ってもらう分にはすごくありがたいし、その上でアイドルとしても NGT48 っていうものそのものも好きになってもらえるようになったらもう一番いいですよね。その TikTok はやってないし好きじゃない得意じゃないからその分ね、なんかまあ TikTok に載せるような投稿も、まあ、リールとかでもできたらいいのかなって思いますが、 SNS は頑張ろうと思います。得意そうだけどよ、二つでハートになってピースも逆で猫耳見てるだけ、やるのはちょっとできない知ってはいるがやりません。だからインスタは頑張っていこうかなと思ってます。来年しっかり成果が出るように、来年のフェスねしっかり成果が出るように頑張りたいと思います。うん、結局なんか自分自撮りはあんま好きじゃないのであと何が流行ってんだ TikTok 最近、これしか見なくない、今TikTok はめっちゃ見るけどね、今何が流行ってんの TikTok って、あと何やってた、もう私の TikTok 犬か赤ちゃんしか流れて、犬か赤ちゃんかアイドルしか流れてこないからなで私はそういう系統よりも、そのなんだろう、食べ物系だったりとか、まあでも今回その長野で撮った動画は割と新境地じゃないけど、なんかこれからもうちょっと撮りためていけたらいいなとは思う、ああいう系の動画、多分ファンの方にもすごいみんなに見てもらえて多分好きになってもらえると思うし、普通にねファンとかじゃなく普通に可愛いって思ってもらえるような内容だったらいいなって思うから、ああいうのをねこれから載せられたらいいなとは思います。だからみんなちゃんと見てて、 SNS も頑張るから、投稿頑張るからね、みんなで1年後のために一緒に頑張ろうねそう、 Vlog みたいなのも私が見るのがすごい好きだから、そう作るのはすごい好き、旅行だから、旅行とか行けば一番ね、あの取れ高はあるんだけどなかなかそうはいかないからね、たまにしか取れないけどね、そういうのができたらいいですね、頑張りますあ、もう23時になっちゃった、そろそろ終わりにしようかな、萌えちゃんとのサダの Vlog 続き、あるよ、全然出てないよまだあれ多分私が頑張って土砂降りの中釣りをした動画とか出てないからめちゃくちゃいっぱい多分まだある、出てないの
これからかな。じゃあそろそろ終わりにします。え、そうだよ、佐渡1日目土砂降りの中釣りしたんだよ足場が滑りそうなところね、歩いて土砂降りの中釣りした。土砂降りの中釣りとキャンプしたからめっちゃ意味わかんない。しかもこれもうさ、ネタバレっていうかあれだけど、その釣った魚をそのキャンプっていうか、なんかデイキャンプみたいなのして食べたんだけど、全部マネージャーさんがさばきましたその釣った魚を全部マネージャーさんがさばいてくれて、なんか骨せんべいとかも作ってくれた。全部身は身でなんか素揚げにしてくれて、骨は骨せんべいにしてくれて全部マネージャーさんがやってくれた。土砂降りの中動画撮ってた。それもね、いつか上がるんじゃないかなって。まさかあれをボツにはしないだろうと思ってるんだけど。だからまあいつか上がるんじゃないですかねいや、そうでもさ、公式でもさ、もっとなんかそういうのできたらいい。なんか乃木坂さんとかさ、なんかそのメンバー、乃木坂さんとか坂道さん、日向坂さんとかもそうだけど、なんかこうメンバーで実家に帰った時の動画とかさ載せてたりするじゃん、コンサートに密着とか。なんかああいうのをね、なんか公式でもいっぱい載せられたら、もっとメンバーのなんか素の姿だったりとかが見れて良さそうだけどね。なんかそういうのがいっぱいできたらいいけどね。まだ佐渡の動画も上がってないから。そう、頑張ってもらいましょう金魚読みます。13位ラムさん、ありがとうございます。12位ヒーラさん、ありがとうございます。11位ノートンさん、ありがとうございます。10位モリモリさん、ありがとうございます。9位カヤトさん、ありがとうございます。8位トシーさん、ありがとうございます。7位ユキさん、ありがとうございます。6位 MS さん、ありがとうございます。5位ヨッシーさん、ありがとうございます。4位のサラさん、ありがとうございます。3位周平さん、ありがとうございます。2位ヨシさん、ありがとうございます。1位ホシーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。アットジャムってアーカイブあるのかな。もしだったらアーカイブとかで見て、今日見られなかった方も、実際に来てくださった方も、アーカイブある、ぜひ見てください。ありがとうございました。バイバーイ。